こんにちは、ダイレクトランシャジオの広島です。今回はリクエストいただいたレッスン動画で使っているピアノのコード表示ができるソフトについて紹介したいと思います。ぜひ一緒に見ていきましょう。それではやっていきましょう。コメントからたくさんいただいたこの僕が作っているレッスン動画のこのピアノがですね、さ弾くと赤く光ったり、これは一体どうやってるのかというのを、今回中身をちょっと紹介したいと思います。僕がですね使っている、ソフトはですねミデュキラスというソフトを使ってるんですが、とても優秀で、例えばこのように弾くと左手の音とか右手の音、今押さえたポジションがちゃんと表示されるようになるんですね。そしてさらにはですね、何のコードを押さえているかっていうのもちゃんと表示してくれるソフトになります。例えばこのように左手で C を弾いて右手でドミソとやると C と出てきますよね。このように。そしてこの C2 とか C マ、このようにポジションも、表示してくれます。なので、自分が弾いたコード、これは何コードなのかよくわからないという時なんかには非常に便利だと思います。このようにドミソシのフラットってやると、ああ、これが C セブンスですねと。そして普通のドミソシになると、あ、メジャーセブンス。そういえばオクターブのルートから半音下がメジャーセブンス、そして全音下がセブンスだったなとか、 C だったら簡単に分かることが、じゃあ E フラットになって E フラットセブンスとかっていうとなかなかねパッと出ないっていう方もいると思います。そういう方に非常に重宝して使っていただけるソフトだと思います。そしてですね、これまた、譜面を読むのが苦手な人、こういう方にも役に立ちます。これはですね、この右側の方に出した音を押すですね、このように五線譜で表示もしてくれるんですね。このようにドレソーとやると CDG というふうに五線譜でも表示してくれるので、自分が弾いた音、これを五線譜にしたらどうなるんだろうという人にも役に立ちます。そしてこのセッティングを開いていただくと、このようにノートディスプレイ、これをフラットで表記するかシャープで表記するかというのも選べるようになってます。ですのでちょっとシャープ表記にしたい、 D キーとか E キーとかですね、こういう時にはシャープに変えると、そうすると A の時には C シャープというふうに言いやすくなります。ただしですね、これはですね、シャープかフラットかというのが選べるだけなので、例えば今シャープという設定にしているんですけど、こうなると C7 の時にはこれ A シャープというふうに出てしまうんですね。で、本当であれば、この B がフラットしたと言いたいんですけど、表記としては A シャープというふうに出てしまうので、僕も解説の時にもし僕がこの C、E、G、 そして B フラットって言いたくて B フラットって言ってしまったとしますよね。でも表記にはですね、A シャープと出てしまってるので、あれ、あの人ちょっと間違ってんじゃないかな、みたいなことも出てしまうので、僕は、この解説動画を作るときにはですね、ここの表記されてる音で、あえて言うようにしました。やっぱ最初の頃はですね、非常にこの辺が難しくて、音名を出さない方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、今度はそれだとやっぱり何の音を弾いてるか、分かりにくいということを結構コメントでいただいたので、今は、シャープかフラット、これを表記してやるという形でやってます。で、僕はですね、このミデュキラス以外にも使っていまして、もう一つこれも非常によくできているのがコーディというアプリですね。これも、同じようにこのように表記をしてくれる。ただですね、これは五線譜の表記はものすごく強いんですが、ピアノのグラフィックはそんなに先ほどミデュキラスほど綺麗ではないです。ただ学習用にはですね、もしかしたらこちらの方がいいかもしれないですね。で、ギターだったらどうかというのも出てくれるので、もしギターを弾く方だったら、このピアノのボイシングをギターで弾こうとしたらどうなるか
っていうふうに考えるときなんかには役に立ちます。で、これはですね、キー設定がここにあって、例えば F と指定してあげると、F で使われるモードに変わるので、4番目だと、これを A シャープとは言わずに、ちゃんと B フラットというふうに表記してくれます。五線譜の表記はですね、僕が使ってる中で一番これはバッチリいい感じに表記してくれます。そして一番下、さらに上の音なんかもこのようにちゃんと表記してくれるので、五線譜として鍛えていきたいなどという方は、ぜひこのコーディをおすすめします。そして僕はですね、実際の動画を作成するとき、ピアノをですね、2段並べてると思うんですけど、これだけでも説明としていいんですが、やはりそのピアノの運指とかを見せたい場合、こういうのもあるので、上に一つカメラを設置してまして、そしてその手を実際に取っておいて、そしてこれを合わせるという作業をしてるんですね。なので、二段重なったように見える。普通に僕がピアノを弾いている絵と、そしてこれが B、D、G とか表記されているのを重ね合わせて一つの動画にしてます。レッスン動画を作るのはかなりちょっと手間がかかってしまうんですけど、やはり、どうやったら見やすいものができるかなというふうに、工夫を重ねた結果、この形が今の僕のベストという形になってます。今回はこのようにピアノコード表記をしてくれるソフトについて紹介しました。興味ある方はぜひ購入して使ってみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。